今日はその2日間はね、あのディアナの皆さんとかもきっとツイッターにも登場してくれると思いますので、チェックよろしくお願いします。さあ今日は水木と一緒にお送りしてきましたが、はい、明日登場するメンバー水木から紹介してもらっていいですか。はい、明日はですね、はい、同期のアンジュを、はい、紹介します。はい、なんかアンジュとは結構仲いいんだって。そうですね、はい、プライベートでも仲良くしていまして、うん、この間アンジュと2人でダーツに行ってきました。アンジュ、そう、最初は、私、ハンデ半分しか、距離半分でしかやったことなかったけど、いいかなって言ってた。アンジュの真似言ってたんだけど、いざじゃあ、ちゃんとスター線のところで、やってごらんって言ったら、もう届いて、しかも真ん中入るんですよ。すごいね。次からはあなたはハンデなしということで、もうなんか得ですね、やっぱりね、ああいう可愛らしい子はね。そうなんです、投げ方も可愛いですよ。あ、ちょっと水木の投げ方と、はい、アンジュの投げ方やってもらってもいいですか。はい、あ、すいません、いいですか、おなじみのすいませんじゃあお願いします。まずじゃあ水木の投げ方からいく。じゃあお願いします。スンスンスンって感じ決まりましたね。じゃあちょっとアンジュの投げ方やってもらってもいいですか。はい、スタート。まあ、こうじゃなくて、こんな感じで、キャーみたいな、えいえいって。ありがとうございます。もうさすがですね、水木はね。いいですね。じゃあ2人仲良く、はい、あといったお話なんかもちょっとアンジュからも聞けるかな、ね、楽しみにしていてください。はい、では今日は水木と一緒にお送りしました。どうもありがとう。ありがとうございました。さあ、この水木のね、エアーダーツお見せいたしましたけど、次何か考えておきます。よろしくお願いします、はいはい、去年はね、エアボーリングで、今年はエアダーツを見せていただきました。ありがとうございます。さあ